釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。今回もご視聴ありがとうございます。今日はですね、静岡県の浜名湖で釣りを楽しんできました。今日はですね、いつものヘダイだけでなく、クロダイの小さいのですね、あとキビレも釣れてくれましたので動画にさせていただきました。もう元気が良すぎてですね、取り込みにもちょっと苦労するんですけども、もう顔とかにもですね、カメラもですけど、水しぶきが、ね、かかってしまって、何度もですね、カメラのレンズを拭くことになりました。サングラス越しですと、ヒレの黄色いヒレがですね、ちょっと見えづらくて、クロダイなのかキビレなのかっていうのがですね、その場でちょっと判断しづらかったですね。あと動画を見返しますと、見事にヒレが黄色かったりして、サングラス越しですとそのヒレがですね黄色く見えなかったりしてですね、お、クロダイだなんて思わず叫んでしまっていますが、よくよく後家帰って動画を見たら、ヒレが黄色かったのでキビレでしたね。タックルはいつもの通り7m20cm の延べ竿に血縫い用の2号の針をですねつけて、オキアミの S サイズスーパーハードをつけて釣っています。重りもありませんので、ガンダムもつけておりませんので、完全に糸と針と餌の重さだけでふわふわとですね、ふかすような形で誘って釣っています。浜名湖はですね、そんなにこう外洋とはもう全然違うので、ポンド的な池とか湖とかと違って、まあ少し流れがあるかなっていう感じですか。なのでですね、その流れがある時には流れを使って吹かせておりますし、流れがない時はこう竿をですね、上下にちょっとこう誘いを入れるような形で誘うと、このようにね、次から次へと釣れてくれます。今回はですね、キビレも釣れましたので、まあその記念にと思いまして動画にさせていただきました。今回もご視聴ありがとうございました。また高評価ボタンもよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。Yeah.